ガーデニングの例ガーデニングとは、家庭で行われる造園や園芸の一種。なお、日本でカタカナ表記、ガーデニングは1990年代後半に起きたブームの契機となり登場し、1997年にはガーデニングという言葉は流行語を抽選に選ばれた。自分が所有する庭やベランダに置いて草花を植栽したり、柵や石畳などで装飾するなどして、 庭づくりを楽しむこと。今日では、庭先での花の栽培のほか、家庭菜園を営むといった場合も、この名で呼ばれる。なお、園芸という言葉の英訳、フォーティカルチャーは、園芸学などの学術用語で使用され、一般の趣味園芸に関する範囲は、ガーデニングである。イングリッシュガーデンのパーティーの一部ガーデニングから、植物を育て、栽培する習慣となり、 庭では観賞用の植物である花、リーフが全体的な外観として成長し根菜類、洋菜類果物、ハーブなどの有用な植物は食用、染料として、または薬用もしくは化粧品としての用途で栽培されている。ガーデニングは多くの人々によってリラックスした活動であると考えられている。ガーデニング範囲はフルーツの果樹園から大通りに一つまたは 複数の異なる種類の低木、樹木作付けしたもの、総本植物を住宅の敷地のうちに外に成長させたり、大小容器で育てた植物、芝生と基礎作付けまである。園芸は一種類の植物しか生育していない、または混合植栽の中に多数の異なる植物を伴うような非常に特殊なものもあり得る。それは植物の成長への積極的な参加を含み、 そして労働集約的である傾向があり、農業、または林業とは区分される。庭づくりは、与えられた敷地と建物の配置、構造、そして周りの各種の条件や目的に応じて、庭を有効に利用し、満足させ、建物を含めて木の飛びの調和を図るように計画することが基本である。庭の設計は、造園材料の使い方を示すものだけでなく、 庭園を構成している要素を種族見合わせる技術である。庭園構成の要素となるものには、覆う、区切る、遮る、つなぐ、つなぎ、区切るなどがある。覆う芝生、笹、苔、砂利、コンクリート、水など、区切る。縁路、流れ、池垣、植え込みなど、遮る、門位、池垣、石垣、棚、日よけなど、つなぐ縁路、通路、飛び石、流れ、 歩行路など、つなぎ、区切る階段、橋、水流、円路、歩行路などがある。庭の設計のポイントは限られたスペースの中に、いかに使用者や鑑賞者の希望を盛り込んで、しかもまとまった庭にするかということである。明るい、芝生の庭、花壇を中心とした庭というようにテーマをはっきりさせて作ることも一つの手法である。イギリス、シュロップシャー州のロバート・ハートの 森林公園森林ベースでの食料生産システムである森林園芸は世界で最も古い形態の園芸で森林庭園はジャングルに覆われた川西に沿った戦死時代とモンスーン地域の湿った丘陵地帯で始まり家族が身近な環境を改善する全身的な過程で有用な樹木と鶴の種が特定され保護されその過程で望ましくない種が排除される方法で改善されていく 最終的には外来種も選択されて庭園に組み込まれた。最初の文明出現後、裕福な個人は美的目的のために庭園を作り始めた。新王国からの古代エジプト母川装飾用園芸と景観デザインの最も初期の物理的証拠を一部提供している。彼らはアカシアとヤシの木での対照的な列に囲まれたハスを描いているが、 古代の装飾的な庭園で注目に値する例は、古代世界の七不思議の一つであるバビロンの空中庭園のハンギングガーデンである。一方、古代ローマには何十もの庭園があったことが知られている。裕福な古代エジプト人は日陰を提供するために庭を活用。エジプト人は神々が庭によって喜ばれたと信じ、木と庭を神と関連づけている。古代エジプトの庭園は、 多くの場合、木が並んで植えられた壁に囲まれていた。最も人気のある種の中には、夏目ヤシ、しかもは、もみの木、ナッツの木、そして柳であるが、これらの庭園はより高い社会経済的地位の証でありさらにワインは、社会的階級の高まりの印であったため、裕福な古代エジプト人は、ドウ畑を所有した。バラ、ポピー、ひなぎく、 勝負もエジプト人の庭園にあった。アッシリアはその美しい庭園でも有名であるが、面積は広くて大きくなる傾向があり、そのうちいくつかは狩猟ゲームに使用されていた今日のゲームリザーブのように低そして他のものはレジャーガーデンとしても活用され、サイプレスとヤシの木は中でも最も頻繁に植えられた種であった。古代ローマ庭園がヘッジ及びブドウとレイアウトの他に、 草葉の多種多様のアカンサス、ヤグルマギク、クロッカス、シクラメン、ヒアシンス、アイリス、ツタ、ラベンダー、ユリ、ギンバイカ、スイセン、ケシ、ローズマリー及びスミレオ。なども、彫像や彫刻だけでなく活用した。花壇は裕福なローマ人宅の中庭を飾るのに人気があった。職場の庭師、1607中世は園芸に関して、 神秘的な目的のために庭園が衰退した時期を表しており、ローマの崩壊後薬層の栽培や教会の祭壇装飾を目的として園芸が行われた。ヨーロッパの中世の間に修道院は庭の設計そして激しい園芸の技術の伝統を続けた。一般的に修道院の庭のタイプは家庭菜園、診療所の庭、墓地の果樹園、回廊のガスとブドウ畑からなり、 個々の修道院はまた、緑の裁判所馬が放牧することができる草や樹木の区画。イスラム庭園は、ペルシャ庭園のモデルに基づいて建てられたもので、通常は壁で囲まれ、水路で4つに分けられていましたが、一般的に庭の中心には、プールやパビリオンがあります。イスラム庭園に、特有のものは、これらの庭園に建てられた丘や噴水を飾るために、 使用されるモザイクと艶をかけられたタイルである。13世紀後半までに裕福なヨーロッパ人はレジャーのため薬草と野菜を庭で育て始めた。動物から保護し隔離する。家事はこうした庭で一般的であり、また芝生の座席がありました。同時に修道院の庭園は花や薬草を育てる場所でしたが、僧侶たちが自然を楽しんでリラックスできる空間でもありました。 16世紀と17世紀の庭園はレイアウトが対象で均衡が取れており、より古典的な外観とバランスが取れていましたが、これらの庭園のほとんどは中心軸を中心に策定されたもので、ヘッジによって、一般的に庭園には花壇が正方形にレイアウトされ、砂利道で区切られていた。ルネッサンスの庭園は彫刻、トピアリー、 噴水で飾られてますが、17世紀になると、結び目庭園が、ヘッジメイズと共に人気になった。この頃には、ヨーロッパ人は、チューリップ、マリーゴールド、ひまわりなどの新しい花を植え始めていく。エリザベス朝時代に出現した、コテージガーデンは、ハーブや果物の地元産地として生まれたようである。ある理論によると、彼らは1340年代の国士病のせいで、 非常に多くの労働者が亡くなり、個人的な庭園のある小さなコテージに土地が利用可能になったのであるが19世紀の伝説によるとこれらの庭園はもともと装飾のために、間に植えられた花で食品やハーブ等を提供するために村のコテージに住んでいた労働者によって作られた。農場労働者には小さな庭に設定された建築品質を持つコテージが提供され約1エーカー。 食料を育て、豚や鳥を飼うことができる場所であった。洋マンコテージの本格的な庭園には、蜂の巣と家畜、そして多くの場合、豚と巣箱が井戸と一緒にある。中世の農民のコテージは、花よりも肉に興味を持っていた。ハーブは、美しさよりも、むしろ薬用として育てられていた。エリザベス朝時代になると繁栄が進み、花を育てる場所が増え、 初期のコテージガーデンの花でさえも通常は実用的な用途があり、スミレは床に広がっていた。カレンデュラとサクラソウは魅力的で料理にも使われていたが、スイートウィリアムやアオイなど他のものは完全にその美しさの干渉用で育てられた。18世紀には庭園は壁なしでもっと自然にレイアウトされた。目に見えないように小さな川をせき止めることによって形成された木。 妥協した湖に散りばめられた邸宅へまっすぐに走る滑らかな起伏のある草といったこのスタイルはランドスケープガーデニングの見えない庭園形の新しいスタイルでこれは以前の成形式にパターン化されたスタイルをほとんどすべて一掃。イングリッシュガーデンは通常木々の小立ちを背景に芝生を湖を含め多くの場合シュラバース洞窟パビリオン橋 ホリーなどで、牧歌的な風景を再現するために設計されており、その他には、モスク寺院、ゴシック様式の遺跡、橋、他に絵になる建築などを導入した、この新しいスタイルが登場してから、成形式で、左右対称のラ・フランセーズ・ガーデンという17世紀を設計した、ものからイングランドで18世紀初頭に登場した、このスタイルが、ヨーロッパの主要なガーデニングスタイルとして設計。 イングリッシュガーデンからは理想的な自然の景色を表す。クロード・ロレーヌとニコラス・プッサンによる風景画にインスパイアされたものもあり、中にはヨーロッパの旅行者によって最近表された東の古典的な中国庭園に影響されたものもある。ランスロット・ブラウンの作品は特に影響を与えた。また、1804年に園芸協会が結成され、19世紀の庭園には、 猿のパズルや地理の松などの植物が含まれていく。これはまた、いわゆるガーデネスクスタイルの庭園が発展した時期であり、これらの庭園はかなり狭いスペースに様々な花を咲かせた。そして、ロックガーデンは19世紀に人気が高まっていく。ゴールデンゲートパーク、サンフランシスコの花の温室ソーンベリー、サウスグロスターシャー州のハンギングバスケット住宅園芸は、 庭と呼ばれるスペースで、家の傍らで行われる。庭は、通常住宅の立つ土地にあるが、屋根の上、アトリウムの中、バルコニー上、ウィンドウボックス、パティオやビバリウムの上などにも設ける。コミュニティガーデンは、通常、地方自治体、または非営利団体によって信頼されて、所有されています。ガーデニングは、プロとアマチュア両方が、創造性を行使するため、市場で、 利用可能な機能やアクセサリーも広範囲に扱う。これらは装飾や機能を追加するために活用され、銅、石、木、竹、ステンレス鋼、ネインド、ステンドグラス、コンクリート、鉄などの幅広い素材から作られており、例としてはトレリス、アーバー、彫像、ベンチ、噴水、壺、バードバスやフィーダー、並びにキャンドルランタンや石油ランプなどの庭の照明が、 げられるこうしたアイテムの活用は庭師や園芸人自身の表現の一部になることがある。ハンドガーデニングツール美のために行っているガーデニングは実際には工作とほぼ同じくらい古いが大多数の人にとって歴史の大部分では食料や他の有用な製品の必要性から栽培を切り開いたので本当は区別はなかったし逆に小規模の自給自足農業なら 園芸とほとんど区別はつかない。個人的なことのために、ペリューの農家やアイルランドの小規模農家によって、栽培されたジャガイモのパッチガニは、または農作業のいずれかとして説明することができうるが、一般人の見るガーデニングは、裕福さと遊園地の影響を受けて、ビーやレクリエーション、レジャーなどをより重視する別分野として発展していった。一方、農業が発展してきた方向に、 先進国で商業化、規模の経済性及び探索がある。その食料生産の目的に関しても、主に規模と意図により農業は、園芸より際立っているが、農業はより規模が大きく、販売可能な商品の生産が大きな動機となっており、一方ガーデニングは主に喜びと、庭師自身の家族やコミュニティのために商品を生産するため小規模で行われている。 市場ガーデニングと呼ばれることが多い中程度の大きさの野菜栽培がどちらのカテゴリーにも当てはまるという点で養護館にはいくつかの重複が見られる。庭に植えるこうしたガーデニングと農業の主な違いは本質的には規模の違いでありガーデニングは趣味やサプリメントになることができうるが農業は一般的に知られるようにフルタイムまたは商業的な活動として 通常はより多くの土地を必要とし、と、全く異なる慣習を伴う。また一つの違いは、ガーデニングは労働集約的で、インフラストラクチャーの資本などはほとんど使わず好き、クワ、バスケット、ジ路などの道具は、ほんの数本しか必要としない。これとは、対照的に、大規模農業では灌漑システム、化学肥料、収穫期や少なくとも、 はしごで果樹に手を差し伸ばすことがよくある。しかしこの区別は小さな庭でも電動工具の使用が増えるにつれて曖昧になっていく。部分的には労働集約度と神秘的動機のためかガーデニングは農業よりも土地の単位あたりの生産性がはるかに高いことがよくある。ソビエト連邦では食料の半分は小さな農民の農園にある。 小さな農民の農園から供給されていた。資本主義に対して幾人かが優位性の証拠として、これを主張し、以来、コルホーズは農産物を売ることができ、その他それがコモンツの悲劇の証拠だと考えてしまっている。モンティーダンは、現代の庭師と近世の農民との間の不可解な繋ながりを推測している。精密農業という言葉が時々使われ特に勇気。 栽培品種の中間技術を用いた園芸について説明でガーデニングは効果的に拡大され100人を超える人々が集まる村全体を専門の農園から養うことができる。編集は都市居住者に場を提供するコミュニティガーデンがある。菓子農園を詳しくは参照。ドイツノルトベストファーレン州メッティンゲンシュルテンホフの庭園ガーデンデザインは 一般的に庭のメンテナンスを意味するガーデニングとは区別され、ほとんどは文化芸術であると考えられているが、庭のデザインには多年生、蝶、野生生物、日本語、水、熱帯、または日陰の庭など様々なテーマを含めることができうる。日本では過去侍と前奏がしばしば装飾的な庭を作っているが、 生け花として知られているフラワーアレンジメントのような関連スキルを体得することをも要求されていた。18世紀のヨーロッパではフランスのベルサイユやイギリスのストーのように田園地帯は造園化によって成形式庭園や美しい公園に改装されていった。今日ではランドスケープアーキテクトやガーデンデザイナーはプライベートガーデンスペースのための芸術的で 創造的なデザインを生み出し続けており、米国ではプロのランドスケープデザイナーはランドスケープデザイナー協会によって認定されている。意図的であろうとなかろうと人々は自分の政治的または社会的見解を庭園で表現することができ得る。庭の問題として芝生の問題がよく再生され、これは都市計画をめぐる議論として土地倫理を決定する。 土地利用計画を定めて衛生の条例を適用かまたは土地は自然や野生の状態で一般的に存在することが許されるべきかというものがある。有名なカナダ人権検証の訴訟でサンドラベル対トロント氏は1997年すべての在来種を栽培する権利は有害であるかアレルギーがあると疑われる品種でさえも表現の自由の一部として支持された。 コミュニティガーデニングは土地と庭園を共有するための多種多様なアプローチからなるが、この時人々は自分の家や庭を生け垣で囲むことがよくある。一般的なヘッジ植物はイボタノキ、サンザシ、ブナ、イチイ、レーランドヒノキ、ツガ、ニオイヒバ、メギ、ボックス、ヒイラギ、キョウチクトウ、レンギョウやラベンダーなどであるが、生け垣のないオープンガーデンのアイデアは、 プライバシーを享受する人々にとっては深いかもしれない。スローフード運動はいくつかの国では食用の工程や庭の教室を学校に追加しようとしている。例えば、オンタリオ州のファーガスでは公立学校に導入されて台所の教室が増えている。都市の土地所有者が収穫の分け前と引き換えに庭師が自ら財産で成長を可能にする庭の共有は 自分の食物の品質を管理し、そして土と共同体と再接続したいという欲求と関連している。また、有機栽培の肥料や農薬を使って植物を栽培し、それによって生産される花や果物が環境や人々の健康に悪影響を及ぼさないようにするグリーンガーデニングの概念も人気を集めています。米国及び英国の用法では、 建物の周りの干渉用の植栽の生産は、ランドスケーピング、ランドスケープメンテナンス、または、グラウンズキーピングと呼ばれているが、国際的な用法はこれらの同じ活動のために、ガーデニングという用語を使用している。庭の外中は一般に、庭師が望ましくないと考える活動に従事する、植物、新菌、または動物で、外中は、自分の望ましい植物を密集させ、 土壌を生み出し、若い未生の成長を妨げるか、果物を盗むかまたは損傷する。あるいはそうでなければ、植物を殺し成長を妨げ外観を損なう。または、植物の食用、または装飾用部分の品質を低下させる。アブラムシ、クモダニ、ナメクジ、カタツムリ、アリ、鳥そしてネコシャイモが一般的に庭の害虫であると考えられている。 庭師らはそれぞれ異なる目標を持っているかもしれないので、庭の外中と考えられる生物は、庭師それぞれに異なり、例えばトロピオレムスピーシオスタムは、望ましい干渉用の園芸植物と考えられても、良いし、望まれていない場所に種が植えられて成長し始めたら、外中とみなされることもある。別の例として、芝生で苔が支配的になり根絶することがある可能性がある。 芝生ではいくつか地衣類、特にペルティジェラ・ラック・チクフォーリアやピー・メンブレイニシアなどの非常に湿った芝生地衣類は防除が困難になり害虫とみなされることがある。不要な害虫を庭から取り除く方法は多くあり、そのテクニックは害虫、庭師の目標、そして庭師の哲学によって異なる。例えばカタツムリは化学農薬、有機農薬、手積み、障壁、 または単に成長しているカタツムリ抵抗性植物の活用を通して対処されうる。有害生物防除はしばしば有機農薬、または人工合成で製造される農薬の使用を通して行われる。農薬は標的種と非標的種の両方の個体群に及ぼす影響があるため、庭の生態に影響を与える可能性がある。 例えば最近のミツバチ個体数の減少の要因として、ネオニコチノイド系農薬への意図しない曝露が考えられている。ホクロバイブレーターは、庭のホクロ活動を抑止することが可能。制御の他の手段は、より良い攻撃に耐えるように植物の健康と活力を向上させるために肥料とバイスティンやランツを使用して、感染した植物の除去、輪作使用して、 害虫のビルドアップを防ぐためにコンパニオンプランツと消毒や害虫をかくまう可能性がある破片や雑草除去などの衛生面で対策を打つ12ショットを搭載した CC22LR スネークショットガーデンガンは0 2 2口径のヘビショットを発射するよう特別に作られた滑らかな口径のショットガンで庭師や農家によって害虫駆除のために一般的に使用されており 15ヤードを過ぎてもほとんど害を及ぼさないほか、近距離武器で15ヤードから20ヤードまで、そして標準的な弾薬と比較して、ヘビショットで発射された時比較的静かであり、屋根や壁穴に打つ、もっと重要なのは家畜など傷つけないようにこれらの銃は、納屋や,や小屋の内部に特に有効で、また、空港、倉庫、ストックヤード等での害虫防除のために活用される。 サンフランシスコのかつての中央高速道路の傾斜路にあるコミュニティで建てられた農場、ヘイズバレーファームにそら豆の木が植えられた。ありがとうございます。